藤谷蓮次郎です。1980年代傑作アルバム全曲紹介シリーズ、第6弾です。第4、第5、第6は組み合わせてやっておりますが、3つ同時に、まあ、1週間に2枚ずつ取り上げてやっておりますが、今日はナンバー6の1曲目いきたいと思いますが、その前にお願いをしておきます。毎度同じことで恐縮ですが、ぜひこの機会にチャンネル登録の方をお願いいたします。私のこの記憶旅行というチャンネル、まあ、あくまで好きなことについて勝手にお話をしているだけですが、でお話をして、まあ、同じようなその曲とかその映画とかに思いのある人はぜひ、コメントをお書きくださいというふうにコメントの欄を開けているという企画なんですが、チャンネル登録をしていただける方が増えていかないと、好きでやってることですがなかなか続けられないので、ぜひ助けると思ってチャンネル登録の方をお願いいたします。これをご覧になりながら、見終わったらすぐチャンネル登録の方をお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げる第6弾企画は伊藤銀次さん、私の尊敬するミュージシャン伊藤銀次氏のベイビーブルー、1982年4月のアルバムです。1980年代になって、まあ、70年代の末の頃からですね、アレンジャーとしてさまざまなアーティストのアレンジャーだったりバックミュージシャンとしてというような面、まあ、アレンジャーとしてが一番有名かなになった伊藤銀次さんに、渡辺企画の人たちだったと思うんですが、から銀次さんちょっと自分でまた歌ってみてもいいんじゃないみたいな企画が持ち込まれて、でポリスターというレコード会社から契約して出した80年代一つ目のアルバムがベイビーブルーです。銀次氏にはその前に、伊藤銀次さんにはその前にデッドリードライブという1977年だったかなのアルバムがあるんですが、本人はこれあまり納得いってなかったみたいで、でソロキャリアでベイビーブルーを出しますが、その1曲目がこれです。タイトルナンバーベイビーブルー、詩が瓜野正夫さん、曲編曲がもちろん伊藤銀次氏本人です。この曲一言で言うと非常にスケールが大きいゆったりとした、ロックでいながら歌謡曲的な広がり、オーケストラ的な広がりもある音世界で、まあ、歌われている歌詞の内容は何らかの形で自分のわがままで、恋人を捨てたというか別れたことのある男が、いやもう二度と話さない、僕が間違っていた、君をブルーな目にしてしまったのは俺なんだ、もう二度と離れないよと歌ってるような歌なんですが、なんせメロディーがゆったりしてて優しくて、で銀次さんの声にとても合います。まあ本人の曲というのもありますが、歌詞だけ聞くとですね、正味なところさほど同情する余地もなく感動的な世界観でも到底ないんですけども、ただやっぱり歌、メロディー、サウンドの良さですね、それから銀次さんの声の優しさ、この辺があのサビの Oh Baby Blue のところ、 Baby Blue Baby Blue って繰り返すところがあるんですが、この辺りがすごくいいです。ああなんかすごいカラフルな世界観が始まったな。この例えは私がもう一人、尊敬するもう一人の優であります杉正道氏も、80年代になってオーバーラップというアルバムを作ります。その時の1曲目がロンリーガールという曲なんですが、この時に彼の言葉を借りていれば、モノクロだった自分の世界観がカラーになった気がしたというような言い方をされています。その杉正道さんと盟友関係にもあります伊藤銀次さんはのベイビーブルーでも、出だしのイントロだけでも聞いてください。あのサウンド、銀次さんの世界観、それまでの世界観とかと考えると、やっぱりカラフルにこうぐっと広がった世界が見えてくるような気がいたします。このベイビーブルーというアルバムは、まあ、銀次さん自身も探り探り自分のソロアーティストとしてのキャリア、まあ、その当時もアレンジャーとしてもめちゃめちゃ仕事が多い時なはずですから、アイドルソングとかもやってましたんで、その中で自分が何ができるか、ソロキャリアとして何ができるんだろうと考えているところで、おそらくはデッドリードライブの次で相当ファンサービスというのを意識されたアルバムになっている、なってるんじゃないかと思います。まあ、ベイビーブルーというのはこの先でね、いろいろ似たようなタイトルの曲が出てくるんですが、私にとってベイビーブルーというとやっぱり銀次さんですね。
このベイビーブルーぜひ聴いてみてください。分かっていて初めからから始まる世界観、その前のサウンドからぐっと心が引っ張られます。いつ聴いても飽きない名曲だと思います。今日は1980年代傑作アルバム紹介トークの第6弾の1曲目、ベイビーブルーの1曲目、タイトルナンバーベイビーブルー、お話をさせていただきました。最近瓜野正雄さんがなんかメディア出てきて昔の話とかをしてくれてるんで楽しく聞いておりますが、瓜野さんと銀次さん、銀次さん早くて作詞家の起用の仕方が早くて瓜野さんとも組んでますし、で次のねスターダストシンフォニーっていうアルバム、65から83かなのアルバムの時も瓜野さんと銀野夏夫さんがメインのリリックを担当してたような気がするんですが、今回のベイビーブルーはかなり瓜野正雄さんの色が強いです。今回は、ベイビーブルーアルバム1曲目ベイビーブルーご紹介いたしました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。80年代傑作アルバム紹介トークは1週間2日のうち、3枚のアルバムをぐるぐる回していきますのでよろしくお願いいたします。それでは失礼します。